ゼニガタヘイジ取り物控え。野村古道。カイデン白いネズミ。一。親分は本当に真面目に聞いてくださるでしょうか笑っちゃ嫌でございますよ藪から棒にそんなことを言ってもわかりはしません。もう少し順序を立てて話してみてください。 不思議な話や変わった話を聞くのが、いわば足の商売みたいなもんだから、笑いもどうもしやしません。銭型の兵士は、およそクソ真面目な顔をして、若い二人の女性に相対しました。捕物の名人と言われているくせに、滅多に人を縛らないから、一名しくじり兵士とも言う、 読者諸君にはお馴染みの人物です。二人の女というのは、本町三丁目の糸屋の娘、おひなと、その女中のおそめ。おひなはまだ十七ですが、本町小町と言われた美しさ。本当に透き通るような江戸前の娘で、おそめは平時の女房、お静のお張り友達で、 この時は二十一に。少し縁遠い顔立ちですが、その代わり、口の方は三人分も働きます。根岸の寮にいるお雛主従が、何か思案に余ることがあって、銭形の平治の宅を訪ねたのは、若葉時のよく晴れた日で、久しぶりのおしずに会ってもろくに話もせずに、 いきなり平時に引き合わせてもらって、こんな調子に切り出したのでした。ねえ、親分。親分は、お化けとか幽霊とかいうものが、この世にあると思いますかと、おめ。お盆のような顔を緊張させて、果たしまな子で詰め寄るのを見ると、義理にも幽霊がないなどとは言われそうもありません。 あるとも言い、ないとも言うが、あっしは見たことがないから何とも言えませんよ。愛美人の合わせを膝が破れそうに座って、この時代では何よりの贅沢とされた銀の吸い口のちょっぴりついたキセルでタバコ盆を引き寄せる平次は、若くていい男ながら、なんとなく鳥物の名人らしい貫禄が備わっております。 そのお化けが出るんですよ、親分。どこへお嬢様と坊ちゃまがいらっしゃる、ネギ氏の寮に。へえ、少し詳しく話してみなさるがいい。岩見重太郎のように乗り込んで退治というわけにはいかないが、ことと指定によっちゃ、お化けを縛るのも洒落ているだろう。親分、冗談やこしらえ事じゃございません。 これは現に私もお嬢様も見た話で、そのために坊ちゃまは熱を出したり引きつけたりする騒ぎですよ。お染めは自分の雄弁を試みる機会を狙っていたように、勢い込んで話し始めました。本町三丁目の糸物問屋、大宮というのは、その頃の万両武言の一人ですが、 二三年前に主が亡くなり、続いて一年ばかり前に母親が死んで、今は主の弟、友次郎が支配人として棚の方を一切を取り仕切り、娘のおひなと、その弟で四つになったばかりの富太郎に、女中のお染と下男の六兵衛をつけて、根岸の寮に置き、 もっぱら体の弱い富太郎の養生をさせておりました。友次郎は四十年配、先代の実弟で誠によくできた人間ですが、何分棚の方が忙しいので、めったに量を見舞っている暇もありません。それでも三日に一度、七日に一度ずつは泊まりがけにやってきて、 名のお雛の美しく追い立つのと、病弱な富太郎が少しずつでも丈夫になるのを見て帰りました。お雛には先代が取り決めた十座という言い名付けがあります。これは当園のもので、奉公人同様棚で働いておりますが、お雛より八つ年上の二十五で、 もうぐずぐずしてはいられないのですが、何分おひながまだ若いのと、母親が死んで一年も経たないので、祝言の逆きをするわけにもいきません。しかし、根岸の寮は無人なので、おじの友次郎に差し支えのあるときは、なるべく行って泊まることにしております。 女のように物優しい働き者で、お雛の叔父の友次郎にも信用があり。ことにお雛の弟の富太郎は、銃座でなければ夜も日も明けないような騒ぎをしますが、何分棚の方が忙しいので、毎晩根岸まで行ってやるわけにもいきません。お雛は娘らしい恥ずかしさのせいか、 十座とはろくに口も聞きませんが、いずれ母の意味が明けさえすれば、改めて祝言を指した上、別に小さい書体でも持たせることになっておりますから、嫌いというほどではなく、従って黙ってその運命を待っているのでしょう。こうして日は無事に過ぎましたが、いつの頃からか、 僧侶の富太郎は虫の毛がひどくなって、夜分にひどくうなされたり、物驚きをしたり、時々は引きつけたり、次第に糸のごとく痩せ細って、頼りないありさまになっていくのでした。坊ちゃまにお聞きすると、夜中にお化けが出ると、こうおっしゃるんですよ。染谷、な何とかしておくれ。 じゅうざじゅうざと時々はむずかりなさいますが、どんなお化けが出るのやら一向見当がつきません。おそめはこう言いながらも、幼い富太郎が目に見えぬあやかしに悩まされて、夜と共に怯えて泣き騒ぐ恐ろしさを思い出したものか、ふとっちょの肩をすくめてぞっと身を震わせました。そのぼっちゃんは、 誰と一緒に寝ていなさるのかいと、平次。いえ、勘の強いお子さんで、そんなに物驚きをなさりながらも、どうしても誰とも一緒にお休みになりません。仕方がございませんので、お嬢様か私が、床を並べてお仏壇の前に休んでおります。お仏壇の命ええ、それにも訳がございます。去年、ご親祖様がお亡くなりになるとき、 大事なものは、私の魂と一緒に仏壇の中に入れてあるから、お嬢様かお坊ちゃまは必ずここで休むようとおっしゃったのでございます。うーん。だいぶ話が面白そうだな。ところで、その坊ちゃんが怯えるのは、毎晩のことかいいえ、時々でございます。番頭の友次郎さんの泊まっている時とか、手代の十座さんの泊まっている時とか、決まってはいないのか それが不思議でございますよ、親分。十ュさんの泊まった時は何ともなくて、番頭さんの泊まった時に限って、お坊ちゃまは怯えなさるんです。二。お坊ちゃまの痩せ細るのを見ていると、お気の毒でお気の毒で、とても我慢ができません。お嬢様もひどくご心配なすって、そう言ったは悪いが、 妙人様を出しに使ってお願いに上がったようなわけでございます。ほやぶん、なんとか工夫をしてやってくださいませんでしょうか。達弁にまくしたてるお染めの影から、高貴な感じのするほど美しいおひなが、八条のたもとをつまぐるように、おどおどした顔で平時を見守ります。それは驚いたな、お染めさん。 しかし、たったそれだけの話なら、おかっぴきへ来るより、医者を頼むのが順当じゃあるまいかね。あっしにお化けを縛らせるより、虫くだしを二三服飲ませた方が、手っ取り早く聞きはしないかい。平次はさして驚く様子もありません。いえ、親分。それだけならわざわざここまでは参りません。 四つになったばかりのお坊っちゃまのむずかるのは当たり前といえばそれまででございますが、捨て置きがたいのはお嬢様にも何か変なことばかりつきまといます。というと家の中にお嬢様の命を狙うものがあるのでございます。一度はお嬢様のご飯の中に岩見銀山のネズミ鳥が入っていたのを十座さんが見つけて大騒ぎをしたことがございます。十座というと、 お嬢さんの言い名付けのへえ。おひなはすっかり赤くなって、お染めの影に隠れてしまいました。どうしてネズミ鳥がご飯の中へへっていると分かったんだろうそれは分かりませんが、なんでもその前の晩は珍しく番頭さんも十座さんも寮へ泊まって、朝はお二人にお嬢様と坊ちゃまと四人でご飯を召し上がっておいででございました。 十座さんがいきなり、お嬢様のご飯が変な色だからと、急に止めなさるんです。うーん。試しに猫にやってみると、猫はすぐ死んでしまいました。ご飯の中には、岩見銀山のネズミ鳥がうんと入っていたんです。ご飯は誰が炊くんだま、親分、まさか私がそんなことをするとは思っていらっしゃらないでしょうね。太っちょのくせに、 お染は女だけにやはり妙に気が回りますが。おめえさんなら、岩見銀山のネズミ鳥などを入れるより、お嬢さんをひねり殺す方だろう。あっしはそんなことを疑ってはいない。安心なさるがいい。そう言われると、からかわれながらも、人の良さそうなお染は釈然としてしまいます。その他、 お嬢様だけ外にいるとき、物置の材木が倒れてきたり、少し薄暗くなってから歩くと変な男がつけてきたり、そりゃ怖いことがあるんです。親分、私のようなもののわからない女が考えても、お嬢様とお坊ちゃまをどうかしようという恐ろしい人間が、影で糸を引いてるような気がしてなりません。ご苦労でも、ちょいと根岸までお出かけ下すって、せめてお化けの出ないような工夫だけでもしてやってくださいまし、 そうでもないと、どんなことになるかわかりません。おそめの熱心な調子は、とうとう平時を動かしてしまいました。よし、一肌脱いでみよう。ところで今晩は他に呼んどころない用事があるから、明日出かけるとして。親分、今晩は番頭さんが寮へ来なさる晩で、またどんなことがあるか心配でなりません。 できることなら、私どもと一緒にいらして、寮へ一晩泊まってみてはくださいませんか。おしずさんへは私がよくお願いしますから。お染めはなかなか引きそうもありません。そうもいかない。こうしよう。うちにゴロゴロしている八五郎。した賢い人間じゃないが、その代わり、毒のない話の面白い男だ。それを連れて行って、 今晩一晩用心棒にするがいい。知恵は呈したことはないが、力だけは人の二人分もある。お染めは何か腑に落ちない顔をしておりますが、さすがにこの上は争うこともなりません。ガラッパチそこにいるのかへっ。お嬢さんとお染めさんについて、根岸まで行ってくれ。 今晩は向こうへ泊まるんだ。へ。あまり知恵のねえ人間でも役に立ちますかいバカ。立ち聞きしていたのか。と、平次。そういうわけじゃねえが、何しろこのお屋敷が広いから、あんな大きな声で話しゃ、どこの隅っこにいたって聞こえますよ。岡っ引きはよく人の話に気をつけて聞くがいいって、日頃親分も言いなさるし。呆れた野郎だ。 もっとも、あっしの悪口が始まりそうになった時は、聞いちゃ悪かろうと思って、耳の穴へ指を突っ込んでみたんだが、こいつは長く続きませんや。気色が悪くて。バカだな、おめえは。まあ、なんでもいいやな。お嬢さん方と一緒に出かけるんだ。へっ。ねえ、親分。八五郎さんとかに一緒に行ってもらっては、お化けにも悪人にも用心させるから、今晩そっと来て、 寮へ入り込んでいただけないでしょうかと、お染め。なるほど。それも面白かろう。そう言っちゃあなんだが、お染めさんは思いのほか軍師だね。はれ、親分、冷やかしちゃいけません。三。その晩、ガラッパチの八五郎が根岸の百姓町にかかったのは、 四つを少し回った頃、お行の松の手前を右へ折れて、とある寮の裏口へ、忍ぶ風情に身を寄せました。平時に冷やかされつけている狭い合わせ。野草を念入りに二つこしらえて、左右の袖口が胸のあたりで入山型になるといった格好は、 色男には誰がなると言いたいようですが、あたりが妙に寂しくて住む人も少ないせいか、ろくな犬も吠えてはくれません。八五郎は裏口へ寄り添ったまま、野草の中からとっておきの原稿を出して、そーっと撫でるように二つ三つ雨戸へ触ってみました。 それを待っていたように、そっと中から開けたのは、寝巻き姿のお染め。まだ寝乱れてはいませんが、まずいながらも妙に娘らしく生めきます。八五郎さんかいうん、用意は。引き入れて雨戸を閉めると、中は真っ暗。手と手を握った二人は、 遠い廊下の有明を目当てに、相引きらしい心持ちで奥へたどりました。まだかい、お染さん。し、二階には番頭さんが止まっている。静かにしておくれ。お前さんなんかを引き入れたことが知れると大変なことになるよ。人間はそれっきりか。裏の方にはジーヤの六兵衛が寝てますが、これは離れているし、 寝酒が効いているから、目なんか覚めやしない。十座とか言った手代は今晩は本庁の棚に泊まっているし、棚下ろしで忙しいとさ。これだけ話しているうちに廊下は尽きて、先代が新人と物好きで奥の人前へしつらえた、大仏壇のある部屋の前についておりました。お嬢様 めい中から、これも待っていたように、薄明かりの廊下の中に滑り出たのは、美しいとも何とも言いようのない、おひなの寝巻き姿。ひったかのこの長襦袢に、朝の葉のしごきをしめて、大きい島田だを少し重くかしげた老竹たけた姿は、がらっぱちが見慣れた種類の女ではありません。 それはあまりに美しく、悩ましい姿だったのです。八五郎さん、お坊ちゃまが目をお覚ましになると悪いから、そっと入って様子を見ていてくださいよ。今晩は番頭さんが泊まっているから、またきっと何か始まるに違いない。ガラッパチは黙って部屋の中へ入りました。六畳ばかりの仏間。 正面に見事な大仏壇。これは掛け金がかかってしまっております。その前に敷いた床が二つ。一つには四つになる富太郎がすやすやと眠り、一つは今おひが抜け出したまま、少し生めかしく赤い裏の貝巻きを跳ね返しております。枕元には 水差しというのみ。それに有明の暗闘が一つ、一本闘身で薄暗くついているといった寸法でした。寒くなるか眠くなったら、そのとこへ入って休んでくださいな。お嬢様がいいっておっしゃるから。言い捨てて、お染はおひなを促すように廊下を遠のきます。 八五郎はしばらく黙って安闘の前に座りました。富太郎はすやすやと眠っておりますが、いかにも弱そうな少し発育の遅い子らしく、熱っぽい唇も、そげた方も、なんとなく頼り少なく見えます。そばに敷き放したお雛のとこの、 赤い貝巻の裏が妙に悩ましく目について、八五郎もしばらくはまじまじしておりましたが、半時ばかりのちには、恐ろしい眠気と初夏の薄寒さにこらえかねて、遅めに言われた通り、お雛の敷き捨てた床の中へ潜り込んでおりました。中にはまだほんのり娘のほとぼりが残って、 若い女だけが持つ不思議な分泌物の匂いが蜂五郎をクラクラさせます。返しをかけた赤い箱枕。蜂五郎には慣れない白物ですが、娘の髪の匂いが染みて、一人物の蜂五郎にはこれも妙に悩ましい白物です。しばらく経ちました。 いつともなくうとうとしていたらしい八五郎は、ほとりという音に目を覚ましたのです。何とも言えない不気味さが部屋の中いっぱいにみなぎって、頭の上へ何やらのしかかってくるような心持ちがします。ひょいと見ると、いつどうして会いたか。 さっきまで厳重に掛け金を下ろしていた仏壇の戸が八文字に開いて、安灯の明かりを映した金色の仏具の中に、何やら不気味な青いもの。八五郎はぞっとして枕をそば立てました。紛れもありません。仏壇の中、位牌の前に現れたのは、青黒い字にベニクマを取って、 じきの目を光らせた、騎助の顔なのです。怖い怖いよ不意に目を覚ました富太郎は、耐えいるように泣き叫んで、そばに寝ているはずの姉の懐へ飛び込もうとしましたが、それが思いもよらぬ大男。しかも、あまり人相の良くない八五郎と見ると、二度目の驚きに、 そのまま引きつけてしまったのです。しまった八五郎は飛び起きて子供を抱き上げましたが、目を白黒にして手足をひくひくさせるだけでどうにもなりません。八五郎は子供を元の床の上に置いて、夢中で廊下へ飛び出しました。大変おそぶさん坊ちゃんが引きつけた 案内したお染の部屋の外から、もう加減もなく声を張り上げるのでした。四。おひなとお染が、八五郎と一塊になって駆けつけたのは、それからほんの三分。昔の人の言いようを借りて言えば、 ものの百も数える間がありませんでした。空いたままの障子から飛び込むと、安闘も床もそのままになっておりますが、つい今しがたまでひくひくしながらも生きていたはずの富太郎の姿が見えないのです。床は二つとも空っぽ。そのあたりには人間を隠すような場所もありません。 とみちゃんぼっちゃまおひなとおそめは、血まなこになってそのあたりを探し回りました。あっ仏壇の中を覗いていたおそめは、蛇にでも噛みつかれたような悲鳴を上げて飛びのきます。なんだなんだ見ると、八五郎もさっき驚かされた騎女の顔。 暗闘を下げて近々と見ると、それは仏壇の中にはあるまじき、恐ろしい鬼女の面に、かもじの毛まで被せて、遺牌の前に据えてあったのです。どうしたんだ。大変な騒ぎじゃないか。その時、ようやく下の騒ぎを聞きつけたらしい万刀の友次郎は、少し眠みだれた格好で、 二階から降りてきました。仏間のすぐ横は梯子段で、その上は友次郎の寝室になっていたのでした。お坊ちゃまが見えません何あっという間に見えなくなったんですおひとおそめの説明を聞きながらも、友次郎の目は、そこに立っている男。 かつて見慣れない八五郎の上を離れようともしません。この方はどこの人なんだこれは、あの、八五郎さんと言って、神田の銭形の親分のところにいらっしゃるんです。そうか。どうしてここにいなさるんだあ,あの、近頃怖いことばかり続くんで、私がお頼みして参りました。ついさっきいらっしゃったばかりです。 遅めのしどろもどろな弁解を、友次郎は世にもにがり切った顔で聞いておりましたが、御用聞き、手先と聞くと、さすがに飽きんどらしい弱さで、強いことも言えません。とにかく、手分けをして富太郎を探すんだ。家の外へ出るわけはないんだから。それから、六兵衛はどうした呼んでも来ません。 寝なに番頭さんのご馳走で一杯やったんですから、こんなことでは目を覚まさないかもしれません。細めは飛んで行って、家の反対側、お勝手の隣の下南部屋から、爺いの六衛を叩き起こしてきました。どんなに眠かったか、素肌の上に斑点一枚羽織って、胸毛と一緒に、 掛け守りとふんどしがだらしもなくはみ出します。年はもう六十格好。お酒をいただくと、干渉で、素裸でなければ眠られないという厄介な親父。これも当園の飼い殺しで、こんな時役に立つような人間ではありません。それから手分けをして家の中を しっかり探しましたが、富太郎は影も形もありません。明け方近くなると、出入りの飛びの者や近所の百姓集も来てくれましたが、床板をはぐように探しても富太郎が見えないのですから、これは神隠しにあったとでも思うより他には考えようもなかったのです。一度をがっかりして、 元の部屋。仏壇の扉も二つの床もそのままにしてある仏前へ引き返しました。あおぼちゃまがお染めが一番先に、元の床の中に楽々と寝かされている富太郎に気がついたのです。どれどれなだれ込んだ五六人。 誰ともなく富太郎を抱き上げましたが。あ死んでいる驚いて床の上へ落としてしまいました。かわいそうに、富太郎はこの時もう冷たくなっていたのです。五。右の通りだ、親分。 こいつは足の手に負えねえ。根岸まで行ってみておくんなさい。雨戸を開けると、明る日の朝日と一緒に飛び込んできたガラッパチ。飯を食う暇もなく、人よの恐ろしい冒険を報告しました。なるほど。そいつは念入りだ。ガラッパチ兄さんじゃ目鼻が悪名飯でも済ませて一緒に行ってみるか。 そんな呑気なことを言って、親分。まあいいやな。逃げも隠れもする下手人じゃあるめ。それに、一番怪しい鬼の面はちゃんと取っておいてあろうし。それがいけねえ。親分、子供が死んでいるのに気がついた時見ると、仏壇にも部屋の中にも面はねえ。そうだろう。それも筋書き通りだ。そう来なくっちゃ話が面白くならねえ。 と、平時。嫌に分かったようなことを言いなさるが、親分、その面の行方が、ここから見通しだとでも言うんですかいまあ、そんなところだ。それじゃあ出かけましょう。待ちなよ。飯を食わなきゃ戦ができねえ。それから、二つ並べて敷いてあったとこは、そのままにしてあるだろうな。い,いえ、大勢入ってきて邪魔っ気だから、 娘の方のとこはあげてしまいましたよ。ああ、惜しいことをした。何か、あのとこの中に証拠になるもんでもあったんですかいんにゃ、てめえがいい心持ちになって潜り込んだという、ベニラの娘の買い巻きと、そのとこが見ておきたかったんだよ。方角のために。ちゅ、いい加減にしてくださいよ。さあ、出かけよう。 冗談を言いながら支度をした平次、ガラッパチを案内に、風薫る根岸へやってきました。寮へ着いたのは、かれこれ四つ。まだ何もかもそのままですが、物好き半分、近所の州や棚から駆けつけた人たちで、家の中は、押し返しもならぬありさまです。 ガラッパチ、これじゃあお化けの方で驚いて逃げ出すだろう。用事のないものは外へ出てもらおうじゃないか。合点ガ,ガラッパチは勢いこんで飛び上がると。さあ、銭型の親分がやってきた。下手人の疑いをかけられたくないものはみんな外へ出てもらおうか。そのあたりにまごまごしていると縛られるかもしれないよ。 精一杯に張り上げると、驚いたうぞうむぞう、なだれ落ちるように外へ飛び出してしまって、後に残ったのはお雛、おひな、おそめ、ともじろうろくべえ、それに本棚から駆けつけた手台のうち、一番縁故の深い、おひなのいい名づけの十座だけになりました。なるほど、疑われてもいいという人たちばかりだ。 親分、何から手をつけましょう平次は黙礼したまま家の中へ入ると、何よりまず仏間へ入って、まだ小さい床の上に寝かして、枕元に敷みと線香だけ立てたままの富太郎の死体を見せてもらいました。八五郎が言った通り、四つにしては小さい方で、 発育も知恵も遅れているようですが、姉のお雛に似て卵を剥いたような可愛らしさ。それが顔一面に苦痛の色を浮かべ、目も口も大きく開いたまま冷たくなっている痛々しさに、物慣れた平次も思わず顔を背けました。体には針でついたほどの傷もなく、 黒地一つ溜まってはおりませんし、喉も滑らかに白大理石のように無傷で、締め殺した跡などは夢にもありません。全身の美しい色艶、口を開いて舌を少し出している様子。苦悩の色こそありますが、毒殺でないことは素人の平時にもはっきりわかります。 どうして死んだか、または殺されたか、これでは全くわかりません。耳の穴や肛門までも丁寧に検査してみましたが、どうしても病気で死んだか引きつけたまま死んだとしか思われない様子に、平時もさすがに腕をこまぬくばかりです。死体解剖などのない時代に、 これ以上誰が見てもわかるわけはありません。平次は一旦裸にした子供に元の通り着物を着せると、ぐるりと家の外を一回りしてみました。外から癖物の,の入った様子は元より残ってはいません。それから家族の一人一人に会いました。おひなとおそめは顔なじみ。 別に聞くこともありません。番頭の友次郎は、しっかり者の始終男で、金儲けや商いには抜け目のないような人柄ですが、昨夜は少しばかり晩酌をやって、四つそこそこに二階へ上がったきり、便所へも起きなかったというのは、疑う余地もありません。爺やの六兵衛は、 大宮の桃園のもので、年をとってから転げ込みましたが、先代や友次郎が同情して一生飼い殺しの両番にしておくくらいですから、別に害意のある様子も見えません。若い時には随分いろのこともやったようですが、それだけ人間が揉めて、女才なくて器用で、お雛や十座にはいい相手だったのです。 マカール寺の坊ちゃんが死んで、これはおろおろするばかり。番頭さんの晩酌を分けていただいて、何も知らずに眠ってしまいました。知ってさえりゃ、こんなことをさせやしません。年寄りらしく、無駄なところで歯ぎしりをしております。お雛の言い名付けの銃座は、 十年越し棚に勤めた忠義者で、女のように優しい感じのする、物柔らかないい男。大宮にはこれも登園に当たるそうですが、それよりは真面目な勤めぶりと人柄を見込まれて、先代がお雛の言い名付けに決めたくらいの若者です。何とも申し上げようがありません。 昨夜は棚卸ろしで、棚の方がやけにせわしかったので、気になりながら、四五日こちらは見回りかねておりました。今朝暗いうちに使いが来て、本当に驚いてしまいました。坊ちゃんは一番よく私に懐いておりましたが、何という奴の仕業でございましょう。気の弱そうな獣座は、もう涙ぐんでさえおりました。 平次はこれだけ調べると、元の仏前へ帰りました。もう一度念入りに富太郎の死体を見ると、どこにも傷はないと思ったのは間違いで、右手も左手も生爪が少し向けて、爪際から血が滲んでいるのです。しかしそれだけのことです。引き付け際に苦しがって、 そのあたりをかきむしったとしたら、これぐらいのことはあるべきはずです。六。親分、あの鬼の面はどこへ行ったでしょうガラッパチはとうとう切り出しました。うーん。 あの面を隠している奴が、下手人に決まったようなもんじゃございませんかそれは何とも言えないな。だが、ガラッパチ。へえ。面だけならすぐ見つかるよ。だから、どこにあるんで二階の押し入れか、天井裏か、包みの中を探してみな。そこにいなかったら、俺はじってとりの輪をお上へケースよ。へえ、本当ですか親分。 ガラッパチはだんだんを二つずつ飛び上がって二階へ行きましたが、まもなく外貨を上げて逆落としに降りてきました。あったあったありましたよ親分そういう右の手には、かもじをかぶせたすさまじい木女の面が、青い字、赤い熊に金色の目を光らせております。そうだろう。 それは定石だ。これだけわかりゃ、下手人はドイツです親分、早く縄打って引っ立てましょう。騒ぐな、恥。その面はどこにあったんだ二階の部屋の隅にある風呂敷包みの中ですよ。はっそれを聞くと、そばにいた番頭の顔は真っ青になってしまいました。お聞きの通りだ。 風呂敷というのは、おめえさんの持ち物でしょう。と、平次、さりげない調子というよりは、やむを得ないといった口調で、震え上がる友次郎を帰り見ます。そうですよ、親分。どうしてそんなところにあったんでしょう。私にはわからない。いや、あっしにはよくわかる。気の毒だが番頭さん。古文のものに送らせるから、 しばらく八丁堀の笹野様の役宅へでも行っていてください。私は何も知りゃしません。親分、そりゃ何かの間違いでしょう。いや、面が二階の包みにあるようじゃ、それより他に足には裁き用がありません。八、誰か来ているだろうな。ええ、二三人来ていますよ。友次郎さんを送るんだ。おめえだけここに残ってくれ。へ。 おやぶ頭さんはそんなことをなさる方じゃございません。これには何か間違いがありましょう。どうぞ。心配そうな顔を出す銃座を振りもぎるように。どうも仕方がありません。黙って見ていてください。平時は剣もほろろにそっぽを向きます。七。 いつの間にやら日は暮れました。富太郎の死体の始末をして、お通夜が始まる騒ぎですが、銭型の兵士とその子分の八五郎は、まだ帰ろうとしません。お嬢様の身の上に何か危ないことでもお染が心配して聞くと。大丈夫だ。そんなことはあるまいが。 俺はどうしてあの子供を殺したか、それが知りたいんだ。おかっぴき妙利だ。心配することはないから、放っておいてくれ。平次は子供投げに行って、相変わらず、仏間から二階、階段、何度などを根気よく調べ回っております。この白ネズミを飼っているのは誰だいお染さん。 暗い難度の中に、かなり大きなカゴの中に入って、成功な車を回している五匹の白ネズミを見つけると、平時の好奇心は火のごとく燃えます。ジーヤですよ。ちょいと呼んでくれないか。へえ。お染めと入れ違いのように、ジーヤの六兵衛は、もみれをしながら入ってきました。 このネズミを飼っているのはおめえさんだってね。え。え。結構な道楽だね。おめえさん、生き物は好きかい平時の調子はさりげないので、六兵衛もつい滑らかに舌が動きます。ええ。そんなわけでもございませんが、白ネズミと小鳥を少し飼っております。 慣れるとこれがとんだかわいらしいもんで。へへ。そうだろう。こんな生き物をかわいがる人は、やっぱり仏性なんだよ。ところで八、おめえはここで見張っていてくれ。俺はちょっと隣の部屋へ行ってくるから。平次は何度の外へ出ましたが、ほんのしばらくすると帰ってきて、天井の壁際に少し出ている細い糸を引っ張っ パルト、それを白ネズミのカゴの外へ出ている車の辛抱に固く結びました。親分、何をなさるんでまあいいやな。外へ出てみよう。平次はガラッパチと六兵を促して、仏間へ取って返しました。平治の様子のただならぬに不安を感じたか、 六兵衛はしきりにそわそわしておりますが、そばにガラッパチが引き添って動かしません。仏壇は昨夜もこの通り閉まっていたんだね、八。ええ。昨夜の様子と、今の様子と少しも変わりはないか。ありません。昨夜の通りですよ。ドアは閉まっているし、掛け金はかかっているし、あ 八五郎が驚いたのも無理はありません。厳重にかけられたはずの掛け金が、誰も手を加えないのに、一人で上へ釣り上げられてカチャリと外れると、仏壇の扉は中から押されるようにさっと八文字に開いたのです。どうだ八、この通りだったろう。え、どうしてこんなことが、親分。 後で話す。あ、その親父を逃がすな形勢不穏と見て、その場から逃げ出そうとする六兵衛。早くもその後ろから兵士の手が伸びて、仏壇の前でがんじがらめにされてしまいました。八、もう一人、あの手台を捕まえろ。銃だとか言った。よし八五郎は横っ飛びに飛び出しましたが、 まもなく裏の方から、親分べへん親分とあめきたてます。ろくべをひったてて飛んでいってみると、おひなをこわきに抱えた手代のじゅうざ。女のようなやさ男に逃げなく、はちごろを大地に叩きつけて、起き上がろうとするのへあい口が。危機一発のところへ、 平治得意の投げ銭が飛びました。二の腕の関節を英落線に打たれて、思わず合口を取り落としたところへ飛び込んだ平治いい塩梅に飛んできてくれた遅めの火星で、この凶暴な手台もキリキリと縛り上げてしまったのです。八。 親分、どうして六兵衛と十三が悪者と分かりました少し得きをしておくんなさい。二人の縄付きを送りながら、夜の道を八五郎はこう話しかけます。子供の怯えるのが番頭の止まった晩に限ると聞いて、これは番頭に疑いをかけようとする者の,の仕業だなと気がついたんだよ。 へえ、こっちとらとは物の考えようがまるっきり違うね。娘さんの飯に毒のヘーってるのを銃座が見つけたと聞いて、いよいよ銃座が臭いと思った。ますますわからねえ。と、がらっぱち。そうじゃないか。おひなさんと坊ちゃんを殺して儲かるのは、先代の弟の万刀友次郎だ。 それに、十座はあんな綺麗な言い名付けを殺すはずはないから、万頭に疑いを着せるには、坊ちゃんばかりでなく、おひなさんにも何とかしなきゃなるまい。毒を入れて見出したのは、みんな十座の細工だ。なるほど。ところで、十座はおひなさんと一緒になったところで、せいぜい小さい棚を一つ持たされるくらいのことだが、 坊ちゃんを殺せば、おひなさんの婿で、大宮の後取りになれる。なーる。で、親父の六兵衛とグルで、いろいろ細工をしたのさ。親父そうだよ。顔をごらん。六兵衛と十座は、年こそ違え、売り二つだろう。六兵衛は身持ち放らで、 若い自分は大宮へ出入りもできなかったために、せめてせがれだけは真人間にしたいというので、名乗りをしない約束で、列地に頼み込んだんだ。その後六兵衛も転げ込んだが、二人は深い企みがあるから、表向きは他人のように暮らしたんだよ。天眼痛だね、親分。天眼痛じゃない。それだけは、 万党の友次郎さんから聞いたんだ。白ネズミの仕掛けはあれは餌をやっている白ネズミは夜になると腹ごなしに車を回す本気のいい生き物だ。それから思いついて車の辛抱へ細い糸をたぐらせ壁の上の穴から隣の仏間へ持って行って仏壇のかけ金を引かせたんだ。 俺はすぐ開くようにしたが、糸を長くすると半時ぐらいかかるから、六兵衛が仕掛けをして自分の部屋へ帰ってみんな寝ついた頃仏壇が開くんだ。一人で扉の開く仕掛けはクジラの髭が一本ありゃあいい。中から突っ張らせておくだけのことさ。クジラの髭はご丁寧に叩きと一緒に大仏壇の中にぶら下げてあったよ。 誰にも気がつかないのは不思議さ。平時の名殺は疑いを挟む余地もありません。で、親分、子供はどうして殺したんですそれには俺も首をひねったが、生爪が痛んでるのを見て分かったよ。あれはおめえが飛び出した後へそっと減った六兵衛が、飼い巻きへ包んだまま、目を回した子供を、 仏壇の下の引き出しの奥へ入れたんだ。え引き出しはあの通り大きいから、奥へ突っ込んで手前へ物具の壊れを詰めると少し開けたくらいじゃわからない。それに気が転倒しているから少しぐらい引き出しが重くなっても気がつかなかったんだろう。た時も経って頃合いを見て出した時はすっかり冷たくなっていたのさ。後で気がついてみたが、 あの引き出しの奥には、かわいそうに、ひどくかき傷があったよ。へえ。憎い奴らだ。太い畜生だ。二つ三つ殴ってやりましょうか。先へ行った縄付きを追おうとするガラッパチを押さえて。よせよせ。どうせお仕置きになる体だ。それより、俺はおめえにちょうどいい嫁を見つけたよ。 ええ、あの、おひなさんバカ。遅めの方だよ。当たってみようか。平次はカラカラと笑いました。